マーク連勝は、オーストラリア、バサースト出身の自転車競技選手。トラックレースからレースキャリアをスタートさせた。2007年のダウンアンダークラシックを制すなど、スプリント力は十分ある。それだけでなくトレインの位置取りなど、アシスト能力が高く、ツールドフランス2009のほとんどのステージでマーク、カベンディッシュの最終アシストとして働く。同最終ステージでは、 ライン取りでガーミンスリップストリームのラインを潰し、スプリント体制に突入させず、カベンディッシュのステージ6勝目を完璧な形でアシストするとともに、自身も2位に入るという大活躍を見せた。2010年初頭は、エプスタインバールウイルスに感染死亡に振るものの、4月のツアーオブターキーから復活。早速、アンドレ・グライペルのリードアート役を務め3勝をアシストという活躍を、 見せている。2011年のツアーオブブリテン第5ステージでは、異例のワンツーゴールをし、マーク・カベンディッシュではなく連勝が、ステージでの優勝を決めた。2012年からは、ラボバンクへ移籍をし、カベンディッシュとは、別れライバルの関係になる。2014年、エティックス・クイックステップに移籍し、マーク・カベンディッシュとのコンビが再結成となる。2016年、 チームディメンションデータにマーク、カベンディッシュと共に移籍。連勝、バランスを保つために頭を使ったダッシュ CYCLINGTIME.com2010 年7月16日付記事、アナウンスメント、MARK 連勝。219から07から04月欄。南アフリカのディメンションデータが、UCI ワールドツアーライセンス獲得。ありがとうございます。